はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の獅子シリーズの第20弾をお送りします。で、今回はですね、まぁ、ちょっと丸9の中にカッコ1カッコ2、まぁ、丸10もそうなんですけど、まぁ、そういうのも入ってるので、全部で12問かな、多分。あります。なので、まずね、ここで一回動画を止めてやってみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか、あと不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、まず画面下げますので、お待ちください。ちょっと画面動きますよ。よいしょ。もうちょいか。このぐらいか。よし。では、参考記録でね、自分がやったら4分9秒でやりました。まあ、参考にしてみてください。で、あと問題用紙じゃねえや、この問題文か。は、ツイッターの方にも貼っておきますので、まあ、使うようだったらチェックしてみてください。じゃあ、まず計算のとこね、計算ミス気をつけていきましょう。で、最初は、まあ、掛け算足し算、組み合わせとかではないんでね、普通にマイナス2とプラス11をくっつけるというイメージで、まあ、これは9で、まあ、終わりにしちゃいます。で、次が、掛け算なんですけど、指数があるんですよね。2乗が入ってると。で、指数は先に計算するのがルール。なのと、もう一個。今回の2乗は、カッコの外に2乗がくっついてます。なので、これは、マイナス 4×マイナス 4。つまり、カッコ丸ごと2つかけてねという意味です、これ。つまり、16になる。だから、16×マイナス3になるので、答え、マイナス48になります。じゃあ、どんどん行きましょう。で、次3番。カッコの外に割る3がくっついてるので、この割る3を、こことここに配るイメージです。つまり、6a 割る3をやると、6割る3なんで、2a。マイナス 15b 割る3すると、マイナス15割る3がマイナス5なんで、マイナス 5b と。これで OK です。で、次、展開ですね。で、展開は、公式が使えればいいんですけど、これちょっと公式が使えないんだよね。学校で習う公式が。じゃあ何するかっていうと、無敵の技ですね。全部掛けって自分が呼んでるやつです。これは、結局今、2x とマイナス1と、x とプラス3っていう4つのパーツからできてます。で、それを全部掛ける。こことここ。こことここ。そして、こことここ、こことここっていう、この4回ね、全部っていうのは。で、1個ずつ計算していくと、2x と x かければ、2x2 乗。2x とプラス3で、プラス 6x。マイナス1と x で、マイナス x のマイナス1とプラス3で、マイナス3となります。で、気をつけなきゃいけないのが、ここで止めないこと。6x とマイナス x。これ計算できるので、2x2 乗、プラス 5x、マイナス3。ここまで書いて丸です。ね、これ今日はもったいないんでね、気をつけてください。で、次が、因数分解ですね。数学が得意だったり、あとこの問題自体にも慣れてる方なんかは、もちろん置き換えなんてしなくても構わないんですけど、これは置き換えをする問題です。で、どうするかっていうと、これね、パッと見た時に公式使えなそうに見えるじゃないですか、ごちゃごちゃしてるし。でも、結局は、2乗引く2乗になってるの。で、どう考えるかっていうと、この y プラス3の部分、ここを例えば、大文字の a、まあ、ラージ a なんて言い方するんですけど、で、置き換えてみます。置き換えるの、これを。そうすると、x2 乗マイナス、ラージ a の2乗って変わりますよね。ここが a に変わっただけなんで。で、これ、ちょっとね、慣れてる文字に変えますよ。x2 乗マイナス y の2乗。つまり2乗引く2乗です。これの公式がもう習っていて、これは x プラス y。x マイナス y っていう、これが公式。で、それを使うことができます。2乗引く2乗だから。だから、このまんまやるんだったら、ちょっとね、関係でこっち行くよ。
x プラスラージ a、x マイナスラージ a となりますよね。ただし、このラージ a っていうのは自分で置いちゃったものなので、最後戻します、ちゃんと。つまり、こうなった後に、ラージ a のところに y プラス3をもう一回戻すんです、両方。そうすると、x はそのままで大丈夫。で、a のところにこのまま入れればいいから、プラス y、プラス3、閉じるんですよね。これが左の括弧。これ入って、あ、ちょっとでかかったね。お待ちください。もうちょっと上に行こうか。x プラス y プラス3ですね。で、後ろの括弧は x マイナス a なんですよ。で、a のところに y プラス3を戻すと、これ気をつけなきゃいけなくって、こう戻してるからね。代入するときは括弧をつけなきゃいけない。特にマイナスの後ろは気をつけなきゃいけないからね。だから、マイナスを配ることによって、後ろの括弧は、x マイナス y マイナス3となります。で、これが答え。いいかな。置き換えのやつ慣れてる方はね、もちろん置き換えなくても、頭の中でこうやるよなって言っちゃって構わないんですけど、慣れてない方なんかはこういう風にやってみてください。自分のね、経験則で、そんなにこの置き換えの因数分解はめっちゃ出るっていう印象はないんですけど、ただ覚えておけばこれで3点、4点、5点取れる問題なんでね、ぜひ覚えちゃってください。では、6番ですね。で、方程式です。最初からイコールがある、まあ、方程式って言われるやつなので、分数を消しに行きます。めんどくさいんで、分数の方も攻めるとね。で、4と6。これを両方消すためには、12をかければいい。両辺にね。こうやって12をかける。そうすると、ここに12をかけると、4と12で約分されて、3が残りますよね。ちょ、こっちで書こうか、ちゃんと。これにこうかけるの。こっち、ここね。で、ここがこう約分されるから、3かけるこれが残る。で、これ書き直すと、これと同じになります。これね。ってことは3配ればいいよね。だから、左側の部分は3配って 3x マイナス6になる。で、右側の部分も12をかけると、書くか。こうなるんで、約分して2でしょ。で、まあこうなってさ、2をかけるって2を配るか。ってなるから、プラス4マイナス 10x ってこうなります。で、忘れちゃいけないのは、右辺。この1にも12をかけなきゃいけないから、こうなるんだよ。で、こうなっちゃえば、あともう普通に計算するだけで構わないので、まぁ、x だしね、計算して、マイナス 7x。イコール、マイナス6とプラス4がマイナス2なんだよね。こっち持ってくれば、プラス2に変わるから、これとくっつけて14。で、両辺。マイナス7で割れば、x イコールマイナス2と、こうなります。で、今回この問題では使われてないんですけど、この分数が入っている方程式、よく計算ミス誘われるのはここです。ここがマイナスになっていることがすごく多い。今回プラスなんだけどね。で、どういうミスを誘うかっていうと、例えば、今その部分がこうなってるつるでしょ。で、12かけるって思うから、よし、2を配ればいいんだってなるじゃん、さっきみたいに。で、あ、マイナスだから、ここがマイナス4で2配ってマイナス 10x みたいな。こういうミスが多い。これ何が違うかっていうと、今、ここにもともと、マイナスがいたでしょ。だから、まあ、マイナスと、この2をくっつけて、今、こうなってるのね。マイナス2を配んなきゃいけないの。だから、マイナス2配ったら、マイナス4でしょ。でもこっちも配るから、プラス 10x だよね。で、このミスはめちゃくちゃ出ます、受験の時に。普段ミスしない子がこうやって出るからね。そう。だから、そういう風の防ぐためには、そういうミスがあるよなってことを自分で認識してることが大事。それを意識したら避けれるから、そのミス。いいかな？で、そこで誘われるからね。今回違うんだけどさ。っていうのは、まあ、頭の片隅にでも置いといてください。
で、連立方程式、今回ないんですけど、連立方程式とか、この方程式って言われるのは、答えが合ってるかどうかを確認することができます。今出た、このマイナス2ってやつを、最初の x、この式の x のところにマイナス2を入れてあげればいい。ちょっとやってみようか。入れると、4分のマイナス4でしょ ?4 分のマイナス4。で、ここにマイナス2入れると、プラス10に変わるから、足す6分の12ってなる。で、イコール1ですよね。4分のマイナス4って約分するとマイナス1なんですよ。6分の12って2なんですよ。これ、マイナス1足す2って1ですよね。で、1イコール1。ちゃんと右辺と左辺同じ数字になったので、この答え絶対合ってるんです。そう。っていう確かめもできるから、まあ、受験本番の時にね、まあ、時間が余った見直しの時間とかにやってみるといいと思います。絶対合ってるって安心感大きいからね、受験の時ね。で、次が反比例です。で、反比例っていうのは、まず一番覚えなきゃいけないのは、y イコール x 分の a。これ反比例の式です。y イコール x 分の a ね。答えとかで書くときに使うから。で、もう一個、反比例で覚えてほしいのが、a イコール xy っていう。まあ、これ変形しただけなんですけど、a イコール xy。で、なんでこれ覚えておくと楽かっていうと、今回、x が2の時、y がマイナス3。で、その時式求めなさいって書いてあるでしょ。で、式求めなさいっていうのは、a を求めたいんですよ、ここに。で、もちろん、こことここに入れても構わないんですけど、もともと、a イコール xy っていう、これ反比例しか使えないけどね。a イコール xy を覚えておけば、あ、x、あと a イコール、x が2で、y が、あ、マイナス3か。かければいいんか。で、A すぐ出るから、反比例。で、出たら、ここの A のとこに戻せばいいので、式は、Y イコール、X 分のマイナス6なんですけど、マイナス前に出して、マイナス X 分の6と。これだけだからね。で、やってください。ね、次はね、まあ、今回この問題があったから、取り上げたかったんですけど、無理数。たまに出るよね。この無理数の問題。選びなさいってやつ。で、無理数ってなんだっけっていう方もいるかもしれないんですが、ざっくり言うと、分数で表せないんです。分数で表せない数字を無理数って言います。で、代表なところ、代表的なところで言えば、ルートと π です。よく出てくるやつ。ルートと π。これはよく出てきます。で、今回チェックしていくと、あの3分の1はもろ分数だからもういいよね。で、いはルート5だから、もろルートだから無理数なんです。書いちゃおうか。あ、いや、答えどうしようかな。ちょっとまあいいや、説明するからね。で、うが 0.25 なんですよ。0.25 って、あ、分数じゃないから無理数じゃんって言いたくなるんですけど、分数にできないかなって考えてください。どういうことかっていうと、小学校の時にこれ 0.25 分数に直す方法があります。それはこっから小数点2個ずれてるので、2個ずれてるものは100分のって直せるんです。こうやって、で、この25って数字を乗っける。もしこれが 0.3 だったら、こっから1個ずれてるんで10分の3になります。分数に変えるとね。で、100分の25っても4分の1に約分できるんですけど、分数で表せてるじゃないですか。だから 0.25 は、よいしょ、無理数じゃないんです。分数で表せるから。で、a はマイナス2ルート3、ルートがもう残ってるんで、これ無理数です。で、ラストの o のルート16。おっしゃ、ルート、分数って行きたくなるんですけど、これは、4ですよね。直せると。で、4も分数じゃないじゃんって気もするんですけど、4って1分の4って分数で表せるんで、これ無理数じゃないんです。っていう感じ。これが無理数。まあ、覚え方としてはそれでいいと思います。だから今回の答えは、いとえ。これが無理数になります。よし、じゃあ9番いきましょう。ちょっといっぱい話しすぎたな、俺かな。で、次は関数4つ載ってますね。ちょっとこっちには書いてないんですけど、カッコ1が2分の 1x2 乗のグラフを探せと。で、カッコ2が x の値がマイナス2からマイナス1まで増加するときの変化の割合が一番でかいやつ。
で、これは、まあ、4つしかないので、全部の関数求めちゃったらいいのかなと思います、個人的には。で、全部二次関数でしょ。で、二次関数なんで、全部 y イコール ax 二乗ですよね。で、今回、書いてあるんですけど、あのグラフは2の2を通ります。もちろん他の点でもいいんですけど、どれでも構わないです。ちゃんと通るとこだったら。で、それを代入すればいい。2の2。y が2、x が2だから 4a。これ解くと a イコール2分の1です。だから、a は y イコール2分の 1x2 乗なんです。まあ、早速、カッコ1の答えですよね。で、e は1の2を代入するから、y に2、x に1やから、1a だから a だよね。でも a が2ってそこ出ちゃうから、e は y イコール 2x2 乗。で、同じように解いていくと、u が y イコール、マイナス3分の1か。マイナス3分の 1x2 乗。で、a が y イコールマイナス x2 乗か。で、求めることができます。よいしょ。で、まず、カッコ1の答えはもう出てるからね。あで OK だと。で、カッコ2の答えなんですけど、今 X がマイナス2からマイナス1まで。ちょっとこっち書く。右行けるよね。X がマイナス2からマイナス1までって書いてあります。二次関数の変化の割合っていうのは、絶対この情報が載っていて、こことここの数字を足して、この x2 乗の前の数字をかけたものが変化の割合なんです。だから、もし e の変化の割合を出すんだったら、足してマイナス3、2をかけるからマイナス6が変化の割合になります。で、今回、まあ、それで全部出しても構わないんですけど、こっち足してマイナスなんだから、一番大きくするには、マイナスをかけた方が大きくなるじゃないですか、絶対に。マイナスとプラスかけてもマイナスだからね。マイナスとマイナスならマイナスになるから。で、じゃあ、うと一応出してみると、うはマイナス3かけるマイナス3分の1なんで、変化の割合は1なんです。で、こっちはマイナス3かけるマイナス1だから、変化の割合が3になります。つまり、一番でかいの絵ですよね、変化の割合。だから、え、そして変化の割合もかけって言われてるから、3と。これが答えになります。でもちょっと待ってね。よいしょ。あ、大丈夫だった。ごめん。で、ラストですね。袋の中に0、1、2、3の数字が、書かれた玉が入ってて、1個取り出したら、戻してもう1回引く。その時に、取り出した2個の玉に書かれてる、数字が同じになる確率をまず求めなさいと。で、これはもう樹形図書きましょうね。まず1回目に0取りますと。で、0取った後に戻してからもう一回引くから0取れるからね。0、0の可能性もあるんで、0、0、1、0、2、0、3。で、次1ですね。で、今回は、2個同時ってわけではないので、全部書かなきゃだね。1、0、1、1、1、2、1、3。ちょっとお付き合いください。2、0、2、1、2、2、2、3。そしてラスト。入るか？怪しいね。下行こうか。3の時、30、31、32、33でございます。これで樹形図完成。これしかない。だから、全部で、16個か。四死16だね。それが分母です、今回。16分のほにゃららになる。で、カッコ1。16分の。で、取り出した2個の玉に書かれた数が、数字が同じになる確率。同じなのは00、11、22、44した。これ33しかないから、4通りですよね。なので、16分の4。これを約分して、4分の1。これが答えです。カッコ1の。で、2番ちょっと変わってて、取り出した2個の玉の数字の積、かけたものね。が、四角になる確率を求めなさい。で、その答えが4分の1になるように、みんなに問題を作らせるっていう。で、結局、これどう考えるかっていうと、まあ、積全部ちょっと書こうか。書けたものね。これも0かけてるから全部0でしょ。
ゼロ。ちょっとごめん、消しちゃうね、ちょっとね。見にくくなるから。ゼロ、一、二、三。これ同じかいな。で、2かけるから、ゼロ、二、四、六。ちょっと消しますよ。で、ここも、ゼロ、三、六、九。これかけたものっす。数字がね。で、16、これ4分の1に答えしたいから、さっきと同じ。上が4つになるように問題を作りたいの。じゃあ4つになるのなんかないかなっていう探すんだけど、もう2個しか見つかんなくって、1個は奇数です。で、このタイプの問題は、偶数奇数がめっちゃ多いです。で、どう探すかって、奇数かく、探すと、1、3、ここない。3、9の4つなんですよ。だから16分の4。で、取り出した2個の玉の数字の積が奇数になる確率を求めなさいっていう問題を作れば答えが4分の1になる。だからこれで OK。で、もう一個ね、ちょっとないかなと思って見つけたのが一応素数だったのね。で、もう素数の説明するとちょっと長くなっちゃうんであれですけど、今回は2、3。2、3、2、3の、この4つしか素数がないんでこれでもいい。でも、奇数で OK だと思う、これは。多分ね、他もあると思うんですけど、まあ、上が4つしかないものを書いてあれば絶対丸です。っていう風にやってみてください。線引き忘れない。ちょっと待って。はい。入っている、危ね。では、今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第20弾をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、引き続き刺繍シリーズとか他の単元とか撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もぜひね、使ってみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。